妄想で語ってもしょうがないが。なぜでねえ四段オガでの決着をしなかったか。その前にすでに結果が出ていたからだ。そう考えると改善しない選択の方が正しい。あらゆるすべてが、覆らなかった。大賀さん、それがあった、上での決定であって。自分が書いた？ガンダムでの物語、が、そのまま、しかし、バイデン氏勝利として、具現化させたような、そこにあるのはそんな違和感だ。それは何を考えてのことか。場合によっては壊滅的に危険な状態だったかもしれないと思うと少し考える事態。戦争をテレビゲーム、それで行おう、とかいう主張は、微妙に採用されてない、ちょっと異なる何かがその先にあって、結果も、さらに自身の意向とは異なるのに、責任、それだけなぜかある、そんな。何も起きなかった、吉か否か。